はい、皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今回は前回たくさんご視聴いただいた ELM327 ミニとダイハツエッセとのマッチング、そしてカースキャナー ELMOBD2 アプリのインストールと設定についてお話ししようと思います。 OBD2 スキャナーとエッセとのマッチングが微妙なようで、私も最初安いやつなら何でもいいわと思っていたら、初回見事にやられました。とりあえずこいつは Wi-Fi で ELM とは接続できますが、 ECU 接続ができません。こいつはちゃんと接続できて、アプリもちゃんと動きます。ただし Amazon の画像はこれになってます。間違って送ってきたと思って再度注文してみました。そしたらやっぱりこっちが送られてきました。なのでこれが最新型なのでしょう。放ってある iPhone6S Plus を見つけたので、もう一度アプリをインストールしてメーターのレイアウトとスケール設定をやってみました。まずはApP ストアで OBD2 で検索して、カースキャナー ELMOBD2 アプリをダウンロードします。アプリを開くと、まず言語の設定画面になりますので、お好きな言語を選んでください。 OK をタップすると、次は利用条件の画面になります。これは同意しますを選ぶしかしょうがないです。同意すると次の画面に、私がやられたエッセには接続不能のスキャナーの画像が表示されます。ムッとしながら次をタップします。次は初期設定の画面ですが、後からでも変更可能なので特にいらわず次へをタップしても大丈夫です。次は単位の設定ですが、特にいじる必要もないので次へをタップします。次は自動車メーカーの選択画面になりますので、少し下にスクロールしてダイハツを選択します。次は燃料消費量の設定画面ですが、エンジン排気量とシリンダー数を入力して次へをタップします。次はプライバシーポリシーですが、次へしか選べません。次をタップするとトラッキングを許可するかどうかを聞いてきますが、許可するしかないですね。次の画面はアダプターの選択画面なので、Bluetooth 4.0を選択します。はい、やっとトップ画面に到着です。本当はここでエンジンのアイドリング状態で ELM327 ミニを OBD2 コネクターにぶっ刺して接続するのですが、今回は接続の横のデモモードをタップします。次にダッシュボードをタップするとメーター画面が表示されます。最初はタクメーターと水温と電圧だけだと思います。レイアウトの変更はメーター画面をタップすると上に設定の歯車マークがありますのでタップします。中央に設定画面が出ますので、もう一度歯車マークのページを設定するをダブルクリックします。ダッシュボードのテンプレートが表示されますので、気に入ったレイアウトを選択してタップします。次は何をどこに表示するかを設定します。上下の矢印マークでレイアウトの番号に項目を移動することができます。メーターのスケールを変更するときは歯車マークをタップします。タップメーターはフルスケール1万回転で、レッドゾーンは8000からに設定しました。速度は最大160キロにしていますが、K4GP など最高速が規制されているレースではもう少し上まであった方が見やすいと思います。このようにレイアウトやスケールの変更はデモモードでできます。
今回は iPhone 6S Plus で5連メーターにしてみました。エッセとスキャナーの接続は前回の動画も参考にしていただけたら嬉しいです。はい、いかがでしたか。もしこの動画が気に入っていただけたらいいねボタン、次の動画も見てみたいと思っていただけた方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。